はい、こんにちは皆さん、本日はお足元が悪い中、ここにもありますように真田直樹先生の著作集発刊記念講演会にお集まりいただきましてありがとうございます。私はこの一部の方のですね、司会を担当させていただきます研究者の理事で、この京都市の北区にあります社会福祉法人七の会の理事長をですね、しております広末と申します。限られた時間ですが最後まで、この会が円滑に進みますようにご協力のほどどうぞよろしくお願いしたいというふうに思います。ここにもですねございますけども、今般真田先生の著作集をですね全5巻で発刊する運びとなりました。本当にもうすでにですね、予約を含めまして約600巻ぐらいですね販売が、進んでいるというふうに聞いております。多くのですね皆様方が、とりわけ真田ゼミの門下生をはじめですね多くの皆様方から、ご賛同とかご協力をいただきましてですね今般の運びになっているところでございます。また真田先生はご存知の通りですね7年前になるんですが9月の28日にご逝去なさいまして、この間のですね歩みの中で是非とも先生が書き留めた本をですね出版して、なかなか社会福祉の現場も厳しい中で本当にこう未来をしっかりと見つめながら改革をしていこうということで取り組みをですねしていきたいという中でこの発刊ということにもなりました。ということで今日はですねいろいろ記念講演も含めましてまたシンポジウムも含めまして、この、出版をですね祝いながら先生が残したものをしっかりとこう受け継いで守りながら発展させていきたいというふうに思っているところでございます。まず最初に開館にですね先立ちまして、仏教大学の副学長でもあります浜岡正義先生の方から、研究所の副理事長ですが浜岡副理事長の方から開会のご挨拶をさせていただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。こんにちは、研究所の副理事長をやっております。開会にあたりまして一言ご挨拶申し上げたいと思います。やっと、待望のというか3年越しの作業というふうなものが完成しまして、皆さんのお手元に全5巻の著作集をお届けすることができました。この間ですね3年にわたって、この作業をずっと進めてこられた編集委員や、編集事務局そして、協力者の皆さん協力団体の皆さん、多大なご協力の結果、こういう形ができたということについて研究所を代表しまして感謝の意を表したいというふうに思っています。今日真田先生の著作集を出したというふうなことについての、研究所としての、意味というふうなものを考えますと、研究所は当研究所は創建以来真田先生の理論的または実践的な強力な推進力によってこの間ずっとやってきたというふうなことがございます。そういった意味で研究所にとっては真田先生の著作をきちっと受け止めていくというふうなことが非常に大きな課題となっていまして、そのことからも非常に大きな意味があるということですが、単にですね真田先生の思い出のためのそういう記念品というふうなことではなくてですね、今後研究所の理論的に実践的な活動をさらに飛躍させるために、今日の情勢の下で、真田理論を発展させたいとそういった思いを込めて、この著作集3年がかりの仕事に取り掛かったというふうなわけであります。この前5冊は随分ずっしりと重くてですね、今日は発刊記念なんで全5冊持って、今日来ようかと思ったんですが、内容もさることながら物理的にも非常にずっしりしてきてました。そのうちやっと1巻ほど、持ってきたということですが、将来電子ブックかなんか軽くなるといいなというふうな思いなんかを持っております。特に今日社会福祉をめぐる情勢は、
社会保障と税の一体改革のようないろんな動きを見てもですね、改めて真田先生の政策批判というか、まあ、そういったことからのこう社会保障や社会福祉についての考え方、とりわけ社会保障とは何かっていう、まあ、そもそもっていうかそもそも論というか、そういうふうなことが非常にこう重要になってきている、単なる制度論というふうなことではない、まあ、そういう真田理論というふうなものを踏まえた形でこう今日の情勢を切り開いていく必要がある、まあ、そういったことでこの著作集は大きな意味を持つのではないかと思っていますし、さらに真田先生の理論というか研究業績というのは、まあ、非常に狭い意味での社会福祉や社会保障に限定されているものではなくて、今日の国民生活全般にわたる大きな困難というか、東日本大震災や原発事故を受けてより一層鋭い形で今日現れていますが、そういった意味での真田先生の社会問題や社会的な対策運動を含めたですね、そういったものをこう受け継いでいく必要があるのではないか、とりわけさまざまな困難の打開に向けての社会運動や政策形成、そういったことに向けて非常に多くの示唆を真田先生の著作が、まあ、その投げかけてきています。まあ、これを我々がこうどういうふうに受け止めるかというふうなことが課題としてあるかと思います。まあ、この研究所の重要な役割の一つに、まあ、こうしたその真田理論をどういうふうにこう継承し発展させていくか、または次の若い世代に引き継いでいくかというふうな課題があろうかと思います。まあ、先ほどの理事会の中でも少し、まあ、提案させていただいたんですが、まあ、社会保障のこう理論というか、こういったものをじっくりやはり研究するような、まあ、研究会や部会みたいなものが今後必要となるのではないかというようなことを考えています。まあ、今日の講演会がそのための、まあ、最初の第一歩というふうなことになることを記念いたしまして、本日の講演会を始めるにあたってのご挨拶をさせていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。それじゃあ、早速なんですが、記念講演にですね、移っていきたいというふうに思っております。記念講演は、立命館大学の教授でもあります、石倉康二、研究所の理事長の方から、ご講演をいただきたいというふうに思っております。では先生、どうぞよろしくお願いします。ご紹介いただきました立命館大学に教員しています研究所の理事長を佐野先生の後を引き受けさせていただきます石倉と言います。お手元に私今日話せと言われました社会保障税一体改革と著作集発刊の意義ということで、まあ、少し話をさせていただくということになりました。手元に私の今日のパワーポイントを作ったんですが、印刷もいたしましたので、それを見ていただきながらお話をさせていただきたいと思います。社会保障、佐野先生の著作集の第2巻が社会保障という巻でありまして、今度この画面出します6月26日に先般の衆議院で、社会保障改革推進法という法案ともう一つセットで消費税増税法案というふうにしましたけども、なかなかした法案ですけども同時に可決をされました。でそこで大変重要なことを取り決めた内容になっております。まあ、自公議員の三党合意で、お踏まえた内容なんですが、ここに書いてますように、年金、医療、介
介護においては社会保険制度を基本とし、国および地方公共団体の負担は社会保険料にかかる国民負担の、この調整等に充てることを基本とすると、もう一つはこちらが大変特に重要なんです。国民が広く受益する社会保障にかかる費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点から社会保障給付に要する費用にかかる国及び地方公共団体の負担の主要な財源に消費税及び地方消費税の収入を充てるものとする、こういうふうにはっきりこの社会保障の給付に関する、公的な費用財源を消費税に充てる、こういうことを明確に、謳った法案が通過したということになります。まあ一般的には言われてますが、この日本の消費税ここですけども 5% で他の国と比べるとまだ低いと、これをまだまだ上げる余地がある、でそれを、まあ、消費税の財源、社会保障等の財源にするということですけれども、この法案の中身を見ますと社会保障は拡充するのかと見ますと、ほとんどその拡充の内容は出てこない。例えば年金制度につきましては、拡充という部分はなくて、社会保障番号制度を導入するということを謳っている。それから医療保険につきましても、医療保険が充実するというよりも保険給付の対象となる療養の範囲の適正化を図るという言い方になってまして、保険給付の範囲を、まあ、絞っていきますよと。例えば風邪や熱で医者にかかってもそれは保険にかからないというふうな内容が具体的には想定されているわけですけれども、給付の内容を絞り込んでいくということになっています。介護保険につきましてもこういう表現が出てきまして、対象となる保険医療サービス福祉サービスの範囲の適正化等による介護サービスの効率化及び重点化を図る、こういう内容ですから、やはり介護保険におきましても充実するというよりもこのサービスの範囲を絞り込んでいく、効率的に行って重点的に、絞り込んだところのみを対象にするというふうに、するこういうふうになっています。その他保育関係の内容で少子化対策という項目が挙げられていますけれども、待機児童に関する問題を解消するために即効性のある施策等も推進する、こういう表現です。保育内容を拡充するとかいうことじゃなくて、まあ、待機児童を解決する、これは切実に求められているんですけれども、即効性のあるということですから、まあ、中身は保育に必要な基準を曖昧にしてでもとにかく数が揃えますよ、こういう内容になっていまして、ここにおいても重視するということにはなっていません。生活保護制度においても挙げられていますが、保護制度の見直しをすると、こういうようにこの消費税の財源を社会保障に充てると、言いながら実際には社会保障の拡充ということにはなってない、こういう法案になっています。まあ、北欧の状態を見て日本も社会保障を拡充するために消費税を上げるのも必要なんではないかという議論は結構研究者も含めて番組においてあるわけですけれども、今度のこの法案の内容を見ますとそのようなことを言われる人たちの期待とは相反して、社会保障を拡充するということにつながった増税ではないというところであります。まあ、なぜこんなことになっているのかということなんですが、日本の場合の例えば税制を見ますと、これは所得税に関する負担率、税率とこの所得の金額との相関を示す図なんですけれども、まあ言われてますのはこの1億円がここなんです。1億円の
所得を超える人たちにとっては税負担がずっとつながってくるよ。1億円までは所得が高いほどこう税率が増えるような所得税率になってますけども、1億円を超える高額所得者には下がっていくような税の設定になっています。まあ、なぜそういうことになっているかというと、株等による税収に対する収入に対するですね、課税が非常に軽減される仕組みになるということがその要因であるということが言われています。まあ、これと関連して、非常に最近、問題にしないといけないなと私は思ったんですけど、日本の富裕層、まあ、これはメルリンチ、日本のもともとの山一証券が買収されている、メルリンチというアメリカの投資会社ですけども、これが毎年100万ドル以上の純資産、つまり投資に動かせるようなお金を持っている。100万ドル以上ですから、まあ8000万円ですかね、の自由に動かせるお金を持っている人を富裕者というふうに、実際にはもっとそのハイレベルな保有者がいるわけですけども、この統計を取って発表しています。でこれ見ますと、一番多いのはアメリカが一番保有者の数が多くて、その次に多いのは日本で、ドイツと、こんなふうに順番になっています。非常に数の多い保有者に対して、先ほど見たような所得が軽減されるような仕組みになっていることがあります。もう一つ、まあ、社会保障関係の財源に関するいろんなグラフが あるんですが、今の情勢の中で非常にはっきり問題点を伝えて分かりやすいグラフとして、先日赤旗新聞で掲載されてましたグラフを取って紹介していきますが、日本の数字が横上の表題に書きましたが、保険料の負担率が 24% で非常に高い構造になっています。で、もう一方でこの一番下が事業主が負担する保険料率ですけれども、これが 21.4% で非常に少ない、他の国々と比べても明らかなんです。それともう一つ特徴的なのは、スウェーデン、消費税の高い国で、こう社会保障が前進していくんだと言われているスウェーデンでは、この事業主の保険料負担が 34.4%、日本よりもはるかに高い状態になって、本人の保険料負担は 9.6% ということを見ましても、この日本の場合、この事業主負担の部分を低くし、本人の保険料負担が高くて、なおかつそこに消費税を増やそうということになってきている。こういうことで、非常に問題が多いし、北欧の高い消費税と言われている部分の、この北欧全体の社会保障の構造、財源負担の構造から比べると、全然違う道を行こうとしているということが、まあ、明らかになる。まあ、こういう図であります。まあ、その結果として、これもまあ日本で、他の国と比べて問題だと、これ研究者の間でも最近注目されてきてますけども、所得を再分配する、社会保障、あるいは税制等によって、所得再分配をしていく効果が、日本の場合、非常に低いと、他に比べて圧倒的に低いということが問題になっていますが、そこにさらに消費税を、引き上げているということになりますと、この構造がさらに、拡張されて問題を広げるというようなことになりかねない、まあ、こんなことをもたらす、まあ、法案が衆議院で通った、まあ、参議院でどうなるかというこれからの段階ですけれども、今見ましたこの社会保障の財源に関わる問題、あるいは国がどのような役割を果たすのかということについて、
真田先生が大変今のこの情勢と、まあ、少し前の書かれたものなんですけども、うまく照合するようなことを指摘されている箇所があります。著作集の第4巻の283ページからあります。これは民間社会福祉について書かれた本の中で、国家責任、社会福祉における国家責任とは何なのかということについて4つほど挙げられています。まあ、1つは社会的責任というものから捉えないといけないということで指摘されている内容があります。で、佐野先生の言われる社会福祉の社会的責任というのはに関わる国家責任というのはですね、国が施設を公設・公営する責任を言っているのではない、それから国が社会福祉について統制管理をしていくような権力的な責任が国家責任だという意味ではないんだと、そうではなくって公民、公の事業者や民間の事業者や民間のいろんな活動がミックスされた社会福祉システムがあって、それが費用負担を含めて国民の実態に適合して生存権を保障することになっているかどうかの最終責任イコール総括責任、これが国家責任なんだと、まあ、こんな言い方をされています。で、この社会的責任を社会誠意、社会誠意、これもちょっと後にして申し訳ないですが、社会の誠意全体の平等の責任とする考え、これが消費税の考え方がそうですが、社会の誠意全体が平等に負担すべきだという、負うべきだという責任という考えではないと、それにこうして、認識が深められてきた。その経緯があると。で、この社会的責任というのは社会の全員が共同平等で責任を負うということではなくって、その社会の政治経済の分野で支配し統治してきているものの責任という意味に、この社会的責任というものを捉えるようにと深められてきたんだと。で、結局それは国家の責任と大資本の責任が中心になる、そういうふうに社会的責任というものについての認識を深めてきた歴史がある、まあ、これをまず一つ言っておられます。まあ、この今の点がこの社会保障の財源を先ほど最初に紹介しましたように、社会みんなが負うために、平等に負うために消費税をという考え方は、まず初期のもので、だんだんそこからこう認識が深まってきたんだというこういう指摘をされています。それからもう一つ2点目に、国家責任を論ずる場合に考えないといけないのは再分配という問題があるんだと、こういう指摘を同じこの4巻でやっておりまして、この再分配というのは本来は社会の共同の所有に帰すべき富を財源にして社会全体に関わる共同事業を賄うことを目指さなくてはならない、まあ、こんな言い方をされます。その社会の共同に所有する富を使って、その社会福祉に、またの事業を賄う、こういう、これが本来なんだ、これはおそらく三三でこの時に想定されているのは、マルクスの豪太公領違反の文章を想定されて、まあ、こういう言い方をされているんだと思うんですけども、社会の共同の所有にすべき、まあ、剰余の財源ですね、それをもとにして社会全体に関わる福祉事業等の財源として当てる、まあ、こういうことが基本だ、これが本来だというだけど、この資本主義社会においてはその本来 の、 その共同所有に帰すべき財源というのはどこにあるかというと、
こういう言い方をされています。資本主義的所有のもとでは大資本と国民の税金による国家財政の形をとってその共同所有にしているというのは存在しているとで、この社会保障、社会福祉の財源をこの国家と大資本の全額負担でという原則をがあるけれども、これにはこういう、まあ、根拠、科学的な根拠があるんだと、まあ、こんな言い方を書いている箇所があります。そしてこれと関連して消費税についても言及されていまして、消費税のようなものは仮に全額社会保障、社会福祉に使われたとしても再分配効果を相殺する逆進性の強いものなので、この原則に反しているんだと、まあ、こんな、消費税を全て社会保障に使うというようなことが仮にあったとしても、それはこの再分配を相殺する逆進性の強いものだというような、まあ、批判をしていまして、こちらの財源ですね、をもう考えて、まあ、こんな指摘をされています。三つ目に、三つ目国家責任で論じる場合に大事なのはナショナルミニングで、まあ、これは生活保護が何であるかということと、まあ、関連するんだということを述べられまして、この生活保護基準を国民の生存権の保障水準、つまりナショナルミニマムとするのであれば、その物差しに当たるものをどういうものにするかということから始まるんですね。ナショナルミニマムの物差しをどうするか、ちょっとお後にしてると思うんですが、物差しに当たるものをどうするかということから始まって、国民生活の実態をどう見、どうやって捉えるかなどに及ぶ民主的な検討と決定の方式が取れなければならない。ナショナルミニマムを、大臣が決めるというのはいかにも権力的で恣意的だ。大臣の裁量によって決められるということに、もしなっているのならば、それは権力的で恣意的であって、そういうものはこういう民主的な仕組みにしないといけない。まあ、こんな言い方をナショナルミニマムに関わって、先生書いて、で、もう一方でこの多様な選択的なニーズに対して公的に対応させるのではなくて民間の供給に任せるという福祉改革論でできたような議論、こういう議論はこのナショナルミニマムもきちっと言えていないという点で非常に問題だ、まあ、こういう指摘も合わせてされています。4番目に、国家責任に関わって大事なポイントとして、市場原理、貨幣原理の制限が必要だと、こんなふうに述べておられて、多様化したニーズ、選択的なニーズを満たすには貨幣での購入は原則というのであれば、社会福祉のそういうサービスではなくなっていて、生活関連サービスというものになってしまう。だけど、まあ、こういう批判は今の段階からというこの佐田先生の発想に今の段階からっていうのはこれは資本主義の段階からということで、資本主義の現状の段階からで、その次の段階というのが佐田先生の中ではどうもずっとあるんですね。であって、社会福祉であれば全て無料でなくてはならないと言っているのではない、市場原理に引き寄せられることなく、それには背を向けて別の原理である生存権に基づく分野を作っていく指向性を持っていなくては社会福祉ではないと、市場原理に引き寄せられるのではなく、それに背を向けて別の原理、つまり生存権という原理に基づいた、領域を作っているのが社会福祉で、まあ、こういう言い方をされています。で、国家
責任としては、営利事業が社会福祉の分野では成り立たないものに仕上げていくことを求めているのであり、営利ではない供給を責任を持って確保する。これが国家の責任だと。こんなふうに、国家の責任について、社会的責任、それから取り上げました。ナショナルで今の市場原理、海外原理、このようなことを論じて、点は結構今のこの政府のやろうとしていることと捉える上で大事なポイントを選び指摘されているなと思います。でもう一つ、佐野先生の著作集を読んでて、佐野先生らしい問題の捉え方だなと思うところが あることをちょっとこれと関連して紹介したいんですが、佐野先生の著作集の第2巻に、自分の社会保障研究を始めた頃から今に至る経過を振り返って、自分の研究がどういうふうに進んできたかということを書いている箇所が、まあ、2ページぐらいしか書かれてないんですけども、少しすごく要約点に書かれていて面白い箇所があります。まあ、戦後直後のことから書かれていまして、英雄やリーダーに向いていた目が敗戦のショックで普通の国民の労働や生活や文化に注目するようになるというのは、これですね、先生、佐野先生自身の目がですね、その時代の英雄とかのリーダーに向いていたというふうに率直に言っておられるんですね。で、自分はだけどその敗戦ショックを受けて、普通の国民の労働や生活や文化に注目するようになった、まあ、こういうことを言っておられます。で、日本の国民が進化として置かれてきた状態は社会問題の実像そのものであったと気づくようになった。そして社会問題を研究する中で社会政策にも触れるようになり、社会保障研究に進んだんだと、まあ、こんなふうに書いてあります。佐野先生のインタビューした時に、自分は軍国青年だったっていうことを言っておりましたけれども、それが、生活の実態に目を向けることから社会保障研究に進む、まあ、こんなふうに言ってで、その社会保障研究を進めていく中で、その社会保障の2つの顔を見た、社会保障には2つの顔があるということを、そういう2つの顔を見た、こう書いてみた。その2つの顔のうちの7、8、こういう面白い言い方をされるんですが、7、8割は危険な仕掛けだ。社会保障というのは危険な仕掛けを備えている。その危険な仕掛けっていうのも、まあ、これ以上あまり詳しく書いてないんですけども、まあ、国民の目を、まあ、欺くようなそういう仕掛けが社会保障にあるんだ、まあ、こんな言い方を、なんだと思うんですけども、その7、8割はそういう性格を持っている。で、まあ、2割から3割ぐらいはこの国民生活のことを、何とかしようという面がある、まあ、こんな言い方をされてます。それをまあ2つの顔というふうに。で、そういうものだから、まあ、大事なのはこれだと、資本蓄積への規制や労働法制や反独占の産業政策などの方が優先されるべきで、社会問題の根本の除去に、根源の除去に向かうべきだという考えになりました。社会保障も研究やってきたけども、社会保障よりももっとこの労働法制とか産業政策、社会問題を生み出す根源をに向かうようなことをもっと考えないといけないんだなと、まあ、こういうふうに、なんて言うんでしょうね、こういう社会保障研究よりももっと大事なことがあるというのが問題意識ですね。これが芽生えてきたんだと、まあ、こういうことをおっしゃって、ところが次のこういう時期を経て考えが少し変わったというふうに書いてある。
革新自治体を体験し、仕事を通して参加する中で、革新とか民主主義は運動を通してしか発揮できないものではなく、政策作りや制度に固めるものでものもなくてはならないと考えるようになった。現実の中に埋め込まれる民主主義の一つとして社会保障も考えることができるようになった。ちょっと前まではこの社会問題を生み出す根源を何とかしないといけないというふうに考えてきたんだけども、革新自治体に関わる中で現実の中に埋め込まれる民主主義、それが社会保障だという観点ですね。これが革新自治体との関わりをする中で出てきたという変化が自分の中に起こった、こういう感じで、直面している問題は、課題というのは、今直面している課題というのは、一挙に社会問題の根源を取り除くものではなくて、資本主義の下での民主主義の現実への埋め込みを経ながらのものであることを確信できるようになった。社会保障の2つの顔が民主主義の顔だけになるわけではないが、2つの顔の背景にある階級間の力関係をかけなしの社会保障の側に傾かせていくことができる。階級間の力関係が2つの顔を作っていて、そこの力関係を変化させていく中で、社会保障の側に、傾かせていくことができる。というふうに思う。で、このことについてはもっと踏み込んだ論証が残されているけれども、まあ、そんなふうに思うようになった。まあ、こう書いてあります。で、こういうことも言われてまして、社会問題による人々の受難を緩和したり改善したりする積み上げを重ねる過渡期、社会問題の受難を緩和したり改善したりするこの積み上げを重ねていくような過渡期がかなり長期に及ぶかもしれないという予測も広がるようになりました。まあ、こんなふうに社会問題を生み出す根源に迫って、その根源のところを変えるという思考性が若い頃強かったけれども、その社会保障というのは社会の中に民主主義を埋め込むことである。でその作業が社会保障になって、その側面を強めるためにね、力関係のところに関わる点をもっと明らかにしないといけない。で、そういうことをに基づいて、まあ実践していく期間というのはかなり長期になるかもしれない。まあ、こういうことを、書いておられます。まあ、こんなふうに自分自身の社会保障というものをこれと関連して三先生のとの福祉国家に対する評価も変化していくんですけれども、まあ、このことについての自分の続け方の変化を、まあ、短く語っておられるところがあって大変面白い点があります。で、この最後の方の長期にわたって、いく過程、社会問題の受難を緩和したり改善したりする過程が長期にわたるということをもう少し深めていきたいということを、どうも晩年の方は考えておられたようで、佐野先生の、著作集の第2巻の中に収録しているんですが、社会改革と社会保障という本です。で、そこの一番最後の方のところで、社会保障と人間形成の関連を深める必要があるというような課題提起をされています。で、こういう問題3先生の課題提起は社会学研究の中にはあんまりないような問題設定なんですが、3先生の社会問題論の中に
社会問題研究から始まって、その社会問題に対する対応として社会問題対策が同時に社会問題の受難者が社会問題から社会認識を広めてその主体形成をしているという、まあ、こういう論理、社会問題に対してどう対策していくのかということと、社会問題の受難者自身がどのように主体形成を取れていくのかという、このテーマは、かなり早くからあるんですけども、この2つのテーマがこの最後の晩年ではこの国民の国民住民の主権者としての主体形成、こういう表現に成熟してきまして、その主権者としての主体形成を遂げていくということと社会保障との関連性を深める必要があると、まあ、こういう課題設定をこの最後の本でなさっています。で、まあ、その課題設定の持つ意義を、まあ、こんな表現で一つ言っておられます。当時の小泉自公政権が社会保障に対する攻撃の論拠の一つに、社会保障や社会福祉というのはこの保護する政策、施策なので、人を依存的にして能力も発揮しない人間をダメにする、そういう効果を社会保障はあるんだという攻撃をしてきた。でなおかつまた社会の活力も奪ってしまう、これが社会保障だというふうにして、社会保障攻撃がなされてきている。でこれに対して、対峙して、この社会保障が人間形成に、持っている意味合いというものを明らかにしなければならないんだと、まあ、こんな言い方をされてこのテーマの持つ意義を言われたことがあります。で社会保障、社会福祉が、進化していくことと、そのことが、人間像に及ぼす影響、これがどうなっていくかという課題を明らかにする必要があるのではないか、まあ、こんなふうに、言われて、その本のところでは非常にまだ荒削りだけどもということで、まあ、3つの段階があるというふうに、まあ、自分自身は時間がないし、まあ、その点の研究は十分できてないけれども、荒削りに3点言えるという言い方で書いておられる箇所がありまして、その権利を最初の社会保障、社会福祉の、と人間像との関連で言いますと、権利保障を要求する人間像というのが最初に、形成されていく。でその社会保障の一定の段階に到達すると、この運動や要求主体でとして、広がって人間形成が広がってくるけれども、同時にそのことにとどまる問題性として、この、社会保障や社会福祉を受益する客体にとどまってしまうという、こういう弱点も同時にそこにははらまれているということが明らかになってくる段階、これが2番目の段階として設定できるのではないか。そして、3番目には、しかしもう一方で社会保障や社会福祉が広がってくる中で、その事業、国民や住民が参加してくる共同の作業所を立ち上げたり、共同の中を立ち上げたり、あるいはそのいろんな事業を、そういうその他対応等の当然ですね、いろんな事業所を立ち上げたりする中で、あるいは行政のさまざまな委員会の中に住民が参加していくというような形が広がって、社会保障や社会福祉に、関連した共同の網の目の中に参加 していくというプロセスがその次に広がってきて、それがさらにこの広がっていくと、最初に言われてましたけど、国民住民が主権者として自己形成をしていく、そういう関わりで社会保障、社会福祉というものを捉えられる
まあ、こういう段階に来ると、まあ、こんな言い方をされています、まあ、このような点は社会保障研究ではあまり論じられてない点でもありますし、まあ、佐野先生も社会学を一つのベースに持ってずっと社会保障研究されてきた佐野先生の特徴がよく表れている点でもあろうかなと思いますが、まあ、我々がどう受け止めるということが、考えられる問題提起されていたと思います。で最後に、佐野先生が亡くなるしばらく前に、実はもう少し来て時代の変化を見届けたいと思っているんだと。だけど、まあ、生きてないかもしれない、まあ、こんなことを言い残して、おられました。で先生が亡くなってからこの研究所でも佐野先生がたくさん書き残されたのにどうするかということをいろいろ議論して、方針に著作集を出版するということを方針に、上げはしましたが、実際にこの著作集を作り上げていくという作業はなかなか大変でして、まあ、それをまあどうするかといろいろちょうど考えていた頃に宮田先生、日本福祉大学の学長をされて、最近亡くなられたんですけども、この宮田先生が京都で研究会法律文化社で次の出版の佐野先生と一緒に書かれた社会福祉論争をこの続編を作ろうというのを相談する編集会議が北山の法律文化社の事務所であって、その帰りに宮田先生と、私ご一緒して電車の中で地下鉄の中で話した研究所の著作集、佐野先生の著作集を作る作業をぜひ進めないかという話をされた。自分自身は、もう少しで学長を辞めた後、その仕事に関わりたいと。で、まあ、以前、社会福祉の主体形成という亡くなられた河合先生と宮田先生が一緒に編集された本があるんです。その最後のところに宮田先生が佐野先生の研究について論じ論文が、相当ボリュームのある論文が書かれておられるんですけども、あの論文で書けなかった、それからあれから先の佐野先生の研究の進展も含めて、自分はやらないといけないと思っているので、ぜひこの際に携わりたい、まあ、こんなことをおっしゃっていたことがあります。まあ、しかし皆さんもご存知のように宮田先生、病に倒れて、亡くなりましてですね、佐野先生この著作集に宮田先生が、まあ、陣頭指揮を取っていただくということができなくなりました。で、あ、困ったなと思っていたら、次にまた救世主が現れまして、これ書いてますよ、ね、柴田さん今日お見えですが、京都府社協の事務局長、体調崩して、早く辞められたんですが、佐野先生が、また元気な頃宮田先生たちと一緒に研究会を一緒にやっておられます。この柴田さんが私と見られまして、体調が回復したと、また一仕事二仕事ぐらいできそうなんで何かやることないかというこう私の時ておっしゃいまして、実はこの佐野先生の著作集を何とかしたいと思っていて、宮田先生が、まあ、そういう思いも言ってくれたんだけども、その思い果たすなくなられて、これ何とかしたいと思ってるんだけどもという話を柴さんにお話したら、そこはぜひやろうというふうに快諾していただいて、そこからやっと動き出したんですね。で、同じ佐野先生の OB の、若井さんが自治労連の副委員長を当時やっておられて、福祉の秘書課の編集員をなさっていたんですが、この役職を退職された時期でもあって、自分は福祉の秘書課の編集員になったのも佐野先生に頼まれて、なった
という経緯があるし、退職したけども何かやっぱりやらないかと思ったということをおっしゃいまして、で、柴田先生という柴田さんと一緒に著作集を作り上げる作業に中心的に動いていただきまして、真田ゼミの OB、 私も OB なんですが、私よりもっと上の教授たくさんお見えですが、 OB の方々に呼びかけていただいて、まあ、幸いその方々、多くの方がもう現役を退職して比較的フリーに動ける状態になられまして、その方々がこの著作集の原稿の整理とか構成、それから、予約を取って、きちっと経営的にペースというようなところまで持っていく、まあ、こんな作業を非常に尽力していただきました。これで本当に今なんとかここにあるような著作ができたと思っています。で、中身のいろんな検討や編集作業については、これも真田先生が元気な頃一緒に研究会をされていました松田真一先生、から長岡真先生、先ほどご挨拶された浜岡先生、河合克也先生、柿内先生、ちょっと世代的に分かりますが、岡崎さん、仏教大学の岡崎さんや藤松さんも一緒に関わって編集作業を進めてくれるようになりました。で、この人たちの後に直接真田先生の話も必ずしも聞いたこともない若い人生たちも関わってくれて編集作業を進めました。で、これは編集のところにも書かせていただきましたけども、若い人たちにぜひ手に取っていただきたい、そして日本の社会保障社会保障研究の中の、まあ、民主主義的な潮流といいますか、真田先生の中でもこの民主主義というのも位置づけ、先ほどちょっと紹介しました、揺れがあるんですね、揺れてだんだん変化していくんですけども、そういう中で、自分の、研究、日本において、民主主義の立場で社会保障社会保障研究していくということをずっと悩みながら現場と近いところで研究を積み重ねられたこの真田先生の成果に、ぜひ若い人たちが接しやすくなるように科学設定もして、で、継承してくれる人たちが増えていくように、まあ、こういうことを期待して作りました。科学も出版社ではとても手を出さないような科学設定で、作れていて、これも若い人たちが手に取りやすいように、まあ、配慮したということであります。まあ、そんな形でなんとか出したのは、先ほども紹介しましたように、まあ、多くの真田ゼミの OB の方々が本当にボランティアで、関わってくださったということであります。まあ、ちょっと最後の方になりましたけれども、そのこともぜひ、皆さんにご紹介しておきたかったので触れさせていただきました。まあ、前半の方は今の情勢を見るときの、真田先生だったらどういうところに目をつけるかというこの目のつけどころのご紹介も兼ねて、著作集の一部について紹介させていただきました。私からの方も一応これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。石倉理事長から、記念講演として社会保障税一体改革と真田著作集価値観の意義と題しましてご講演をいただきました。冒頭にもですね言われましたが、真田先生がご逝去されて、決してこの本は過去の本ではなくて、今新自由主義路線の下で国会でも消費増税とか社会保障の一層の切り詰めがですね言われている中で、今日の社会を予見し、あるいは未来をですね、まあ、見つめていく、切り開いていく夢とか希望をですね与えていただける本だなというふうにつくづくですね改めて感じるところでございます。これで、ね、一応一部の方の記念講演を終わらせていただきまして、少し準備の時間をいただきながら次に2部にですね入っていきたいというふうに思っております。2部の方はシンポジウムでして、
東京にございます明星大学の人文学部の学部長をなさっておられます、研究所の理事でもあります柿内理事の方にですねバトンをタッチをしまして、3名の皆様からの、シンポジウムをですね交えながら引き続きですね、社会保障社会福祉と田中理論を考えるということで題しましてシンポジウムに移りたいと思います。それで準備のところもありますので、今2時25分ですが、先生5分ぐらいでいいですか、10分取りましょうか。10分、はい、じゃあすいません、準備で10分ということで、2時35分から再開しますので、その間10分だけ休憩させてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。